はい、どうも五目犬です。今回は初心者というか、よく友達と五目並べをしたりとか、五目クエストで言うと、なかなか黄色レートに行くことができないといったような人たち向けの、ちょっとした裏技というか小技のような、知ってるとだいぶ勝率が上がるといったようなことをちょっとご紹介していきたいと思います。で、これを知ってるともう3手目からもうだいぶ有利にもう勝負を運ぶことができます。前回主計の紹介ということで動画を上げさせてもらったんですけども、主計には26通りありまして、どの主計を使ったらいいんだと、主計にもいろいろ特徴がありまして、この主計を打てば大体黒有利に運んでっていうような主計があるんですけども、その主計は花月と穂月っていうものになります。で、花月と穂月はもう本当に黒がものすごく強くて、僕は今五目クエストで2300点ぐらいあるんですけども、青レートとか黄色レートの方でたまに打たれることがあるんですけども、その時本当白で止めるのが大変でして、で、下手したらもうそのまま負けてしまうということも全然あります。それぐらい明らかに気力の差があっても、花月と穂月を先手で打たれたら本当に全然負けますねっていうぐらい、本当に花月と穂月はもう黒がめちゃくちゃ強いので、ぜひ、友達とかなかなか黄色レートに到達することができないといったような、緑レートだったり青レートの方はぜひ花月と穂月を試してみてください。ちょっと注意点なんですけども、この花月と穂月は自由打ちでの話になりますので、五目クエストで言うと黄色以上になるとスワップっていう機能が使えるんですけども、スワップっていうのは自分が主計を提示して相手がその主計に対して黒を持つか白を持つかっていうのを選択することができるんですけども、黄色レート以上になると、例えば花月を提示した場合、スワップされて相手が花月の黒を持つことになってしまうので、この花月と穂月を使うのに適した条件は自由打ちの時ですね。そこは注意してください。はい、以上になります。ありがとうございました。